こんにちは、ゆうこチューブです。今日はね、金曜日なんだけど、なんと今の時刻が夕方の6時くらいになります。今仕事が終わってビーチに向かってるところなんだけど、今の時期、撮影してるのが6月末なんだけど、サンセットの時間がね、夜の7時17分で、ハワイの中でも1年を通してね、一番サンセットが遅い時期なんです。だからね、今夕方6時なんだけど、7時17分に日が沈んだ後も30分ぐらい明るいし、サーフィンなんやかんやできるし、これから2時間はサーフィンできそうだなっていう感じの時間です。しかも今日は金曜日だから、ハワイが好きな方はわかると思うんですけど、ハワイって毎週金曜日ヒルトンの花火が上がるじゃないですか。だからね、今日はそのまま日没後までサーフィンして海から花火を見ちゃおうっていうブログをお届けします。楽しみ。あと1時間くらいで日が沈むのに、太陽あんな高いところにあるんだよね。こっからが早い、サンセット。セットが遅いとさ、仕事終わりに海に行ってサーフィンできる日が多いから、すごい嬉しいんだよね。じゃあ行ってきます。
友達がグロースティック持ってきてくれた。Please give me some more. I could dance with you beneath the stars. Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want you. Everything stops when you move like that. And I wanna get close to you. It's what I wanna do. Cause right now I'm in it. I feel kinda dizzy when I'm staring at you. And I won't look back. Yeah, I don't care about the bad shit back home. Cincinnati.But I-
まで見てくれてありがとうございました。今回はとある金曜日のサーフィン Vlog をお届けしました。海に行ってみたら大好きな仲間たちが想像以上にたくさんいて、でそのうちの一人の友達が私の波乗りとかみんなの波乗りをたくさん撮影してくれたので、またいつもとは違った映像をお届けできたんじゃないかなと思います。そして予定通り海の中からヒルトンの花火も見ることができたし、こんな綺麗なハワイでこんなたくさんの友達と一緒にサーフィンできる日々って幸せだなって改めて感じちゃった金曜日になりました。またこれからもハワイでのサーフィンライフお届けしていくので、次の動画でまた会いましょう。マハロー。